どうすか動きは、動きはないか。マジで？うまい。え、今なんかガンってならんかった？え？あれ、え？俺しか見てない？え？いやもう。え？ちょっと待って。え？あげますよ。やっちゃいます？やっちゃいます？え？え？イカは無事。無事？まんまですね。次はどうだ？魚も。無事びっくりした。いやそうガクンってなった。あれかな、なんかこのおかげに当たりして。うんそうっすね、うん、重りが一番下にあるんですけど、釣り餌が途中にあのちょっと重めのイカがついてる状態なので、上げて止めた後って一回ふわって浮いてもう一回荷重がかかるんですね。ってなるとなんか当たりがあったような感覚になる時があって、でそれをあれ今動いたって勘違いしたっていう。まあこんなもんかなというところですね。まあまたもう一回チャレンジして釣れるまでが釣れるまでというのは嘘だな。もうちょっと頑張ります。どうかな、一番上。無事うわー、変わらずか。変わらずですよね。仕掛けには何も、あー餌がない。ダメ、また明日頑張りましょう。明日だ。いやでも明日設置はできない。え、明日ぶった切られる可能性があるんですよね。そう、明日設置できない。今日設置して明日回収は。今日設置はできるから明日からそちらです。あ、そうね。完成です。完成です。よし、これで。今のところちょっと生き物の痕跡が増えてきてる印象があるので、今日あたり釣れたらいいなと思ってますけど。泣いても笑っても今日が最後、どうなることでしょうか。はい、
最初は何もなかった無傷で上がってきたのがちょっとずつ生命反応というか、まあ、例えば横エビがかじっていたりだとか餌が丸ごとなくなっていたりとかいうことがあってちょっとこれは本当に あってもいいなというふうな期待が出てきましたね。はいよ。水中食ってください。最初の一番上が。あ、切れ端部分は丸っこい餌が。なんか変な形になって。なんかつつかれてはいる。かじられてる感はあるね。かじられてる感はあります。ああ。変わらずちょっと減ってる？減ってはいないか。やっぱすげえねじれてる。ラストない。あれ？ない。あの丸々一匹が。丸々一匹がない。ああ。すいません。残念。しょうがねえな。まあやれるということが分かっただけでも。そうやな。片付けますか。そうっすね。片付けましょうか。よし。ロマンはありましたね。やっぱり毎朝来る時も遠目にこの仕掛けが見えてなんか竿がギュンギュン絞り込まれてるのとか想像しちゃって、まあここに到着するまではちょっとやっぱワクワクしながら来ますね。まあ楽しい数日間でした。これまで自分が生きてきた人生で関わることがなかった、まあ、自然もですし人も物もすごい刺激を受けましたね。もうこんなにいっぱい魚釣れると思ってなかったのもありますし、で遺伝子情報もほとんどあのデータがないような魚だったので、正直これからの方が楽しみかもしれないです。まあ、自分で言うのもあれですけど、いやちょっとは強くなって帰ってこれたのかなとは。自分の力ではどうしようもならないことっていうことをたくさん経験できて、南極地域観測隊のメンバーの先輩たちとかうちのチームの先生たちとかを見てたら、あ、こんなんじゃまだまだだなと、人間として強くならなきゃなと思って、あんまり細かいことでくよくよしなくなったかもしれない。違いますか。とりあえず